物を思う足。その三。太宰治む。足の自戒。ただ、世の中にのみ、目を向けよ。自然の風景に湧くしている我の姿を自覚したる時には、我狼狽したりと、素直に、敗北の告白をこそせよ。その二。 同じ言葉を必ず二度蒸し返して口の葉に出さぬこと。その三、今だし。感想について。感想なんて。丸い卵も切り用一つで立派な四角形になるじゃないか。伏し目がちのおちょぼ口を装うこともできるし。 たった今高間ヶ原からやってきた原始人そのままの素朴の真似もできるのだ。私にとってただ一つ確実なるものは私自身の肉体である。こうして寝ていて実子を見る。動く。右手の人差し指、動く。左の小指、これも動く。 これをしばらく見つめていると、ああ、私は本当だと思う。他は皆、何でも一切、知事にちぎれ飛ぶ雲の思いで、生きているのか死んでいるのか、それさえ文明しないのだ。よくもよくも、感想だなぞと。遠くから、この状態を眺めている男を一人ありて曰く。 大変簡単である。自尊心、これ一つである。スラダにも。金海衆をお読みの人は知っておられるだろうが、サネ友の歌の中に、スラダにも、なる一句があった。前後はしかと覚えておらぬが、哀れ、毛ものスラダにも、うんぬん、というような歌であった。 二十代の心情としては、どうしても、スラダにも、と言わなければならぬところである。ここまで勤めて、スラダにもと、口に出したくなってくるではないか。サネを知ることを最も深かったマブチ。国語を守る意味にて、この句を取らず。今になりては、いずれも良きことをしたと思うだけで、格別、 まぶちを恨まない。自願。自願というのは、冒険の遺作。変な仏像に、冒険自ら伏したる名前であって、その青色の二尺くらいの高さの仏像は、今、私の部屋の隅に置いてあるが、冒険二十七歳、最後の作品である。 二十八歳の夏に死んだのだから。そういえば、私今、二十七歳。しかも、冒険の片身の、ネズミ色の島の着物を着て寝ている。二三年前、罪なき者を殴り、蹴散らかして、馬のごとく巷股を走り狂い、今もなお、時たま余人爆発して、取り返しのつかぬことをしてしまうのである。 どうにでもなれと、一日一杯ふんぞり返って寝ていると、我が身に自願の波漂い、言葉もなく、にこやかに、いわゆるエビス顔になっている場合が多い。我ながら、まるでたわいがないのだ。この子をこれだけのことで、読者、不要の理屈をふさぬがよい。十代のこと。 知ることは最上のものにあらず。人知には限りありて、上は死より、下は死に至るまで、すべて似たり寄ったりのものと知るべし。重大のことは力であろう。ミケランジェロは、そんなことをせずとも良い豊かな身分であったのに、人手は一切借りず、何もかも己一人で、 大理石界を山から町の仕事場まで引きずり運び、そうして体をめちゃめちゃにしてしまった。不言する。ミケランジェロは人を嫌ったからあんなに人に嫌われたのだそうである。敵。私を真に否定し得る者は、私は 11月の海を眺めながら思う。百章である。十代前からの水飲み百章だけである。庭踏みを、川端康成、市村宇左衛門、その他。私には風一つ引いてさえ気にかかる。追記。本誌連載中。 同郷の友たる今漢一君の海洋の章を読み、その海文章、私の胸でさえ踊らされた。この見事なる文章の行く先々を見つめおる者、決して私のみにあらざることを確信している。健康。何にもしたくないという無意志の状態は、 その人が健康だからである。少なくともペーンレスの状態である。それでは上はナポレオン、ミケランジェロ、下は伊藤博文、尾崎紅葉に至るまで、その全ての仕事はみんな物狂いの状態から発したものなのか。しかり、間違いなし。健康とは満足せる豚。 眠たげなポチ。ケイ君。恐る恐る大変な秘密を探るがごとき物々しき仕草で私に尋ねた。あなたは文学がお好きなのですか私は黙って答えなかった。 綿棒だけは凛廓たるところがあったけれど、何の知識もない十八歳の少年なのである。私にとって唯一無二の苦手であった。ポーズ。はじめから空虚なくせに、ニヤニヤ笑う、空虚のふり。 絵はがき。この点では、私と山岸外史とは異なるところがある。私、新山のお花畑、初雪の富士の霊峰、白砂に這い広がれる千本松原、または紅葉に見え隠れする清姫滝。そのような絵はがきよりも、浅草中見世の絵はがきを好むのだ。 人混み、喧騒。多少の縁あってここに集い、折も折写真に写され、背負って生まれた宿命に操られながら、しかも、己の運命開拓の手段を、あれこれと考えて歩いている。私には、この線に余る人々、誰一人をも笑うことが許されぬ。それぞれ、努めているに違いないのだ。 彼ら一人一人の家屋。父、母、妻と子供ら。私は一人一人の表情と骨格とを調べて、二時間くらいの時を傍却する。偽りなき申告。目前たる被告は突如立ち上がっていった。私は、 よく物事を知っています。もっと知ろうと思っています。私は率直であります。率直に述べようと思っています。裁判長、傍聴人、弁護士たちでさえ、すこぶる陽気に笑いさざめいた。被告は座ったまま、ついにその日一日、己の顔を両手持て覆っていた。夜。 舌を噛み切り、冷たくなった。ランマを焼き切る。小説論が今のようにこんぐらかってくると、一言もってこれを覆いたくなってくるのである。フランスは詩人の国。19世紀のロシアは小説家の国なりき。日本は 古事記、日本書記、万葉の国なり。長編小説などの国にはあらず。小説語る君、まず、異国人になりたまえ。あれもこれもと、良き具合には、断じていかぬようなり。君の兄たり、とも足りうるもの。プーシキン、レールモントフ、ゴーゴリ、トルストイ。ドストエフスキー、アンドレーフ。 チェホフ。たちまち実施に余る勢いではないか。最後のスタンドプレイ。ダヴィンチの評伝を走り読みしていたら、旗と一枚の草画に行き当たった。最後の晩餐の図であれ。私は目を見張った。これはさながら地獄の絵掛け字。 ごった返しの天地振動の大騒ぎ。な、人の世の最も切なきアシュラの姿だ。19世紀のヨーロッパの文豪たちも幼くしてこの絵を見せられ、小脇説明を聞かされたに違いない。我を売る者、この中に一人あり。キリストはそう呟いて、 彼の一切の希望をさらっと捨て去った刹那の姿を巧みに捉えた。ダヴィンチは、キリストの底知れぬ深い優秀と、我と我が身を静粛に投げ出したる後の無限の慈しみの念とを知っていた。そうしてまた、十二の使徒のそれぞれの利己的なる数形の念をも失地していた。よし、これを一つ、 日本ローマン派の同人処刑に頼んで芝居をしてもらおう。生涯無比の表情を装い、斬人残馬の身振りを示しているペテロは誰己の潔白を証明することにのみ急なる体のフィリッポスは誰ただひたすらに慌てふためいているヤコブは誰キリストの胸の恩前に眠るがごとくうなだれている、この 小鳩のように優美なるヨハネは誰そうして最後に悲しみ極まりて帰ってほのかに明るき顔のキリストは誰山岸、あるいは自ら進んでキリストの役を買って出そうであるが、果たしてどういうものであるか中谷高尾なる良き青年の存在をも夢忘れてはならないし、その上、 日本ローマン派という目なき耳なき混沌の怪物まで控えている。ユダ、左手もて何やらん恐ろしきものを防ぎ、右手もてしっかと勤能をつかんでいる。君、その役をどうか私に譲ってもらいたい。私、日本ローマン派を愛すること最も深く。また、これを像をするの念。 最も高きものがありますゆえ。霊国ということについて。原告と霊国とは、すでにその根元において、相違っているものである。原告、その奥底には、人間の本念の温かい思いやりでいっぱいであるのだが、霊国は、 茶ちなガラスの器物のごときもので、ここにはいかなる花一つ咲き出ず、まるで縁なきものである。我が悲しみ。夜道を歩いていると、草むらの中で傘と音がする。まむしの逃げる音。 文章について。文史というからには、文に巧みなるところなくてはかなうまい。良き文章とは、情子もりて言葉伸び、心のままの誠を歌い出たる体のものを指して言うなり。情子もりて云々は、上田敏若き頃の文章である。 ふと思う。なんだ、みんな同じことを言ってやがる。わいこ。その囁きには、紳士の響きがこもっていた。たった二度だけ。その世は、私を困らせた。私、なんだか馬鹿なことを言っちゃったようね。 私にだって個性があるわよ。でもあんなに言われたら黙っているより他にしようがないじゃないの。言葉の奇妙。舌もつれる。舌の根を震わす。舌を巻く。舌そよぐ。漫才。 私の言う掛け合い漫才とは、例えば、次のごときものを指して言うのである。問い。君は一体、誰に見せようとして、紅と金とをつけているのであるか。答え。みんな様ゆえ、お前ゆえ。へらへら笑って済まされる問答ではないのである。殴るのにさえ、 手が汚れる。君の中にも。我が神話。飲衆稲葉の小うさに毛をむしられて海水に浸り、それを天日で乾かした。これは通貨の始まりである。飲衆稲葉の小うさに。 淡水で体を洗い、ガマの毛を敷き詰めて、その中にふかふかと渦巻って寝た。これは安楽の始まりであろう。最も日常茶飯事的なるもの。俺は男性である。この発見。彼は歌人の女性に気づいてから初めて 彼の男性に気づいた。同性以来7年目。カニについて。安倍二郎のエッセイの中に、小さいカニが自分の家の台所で横っ飛びに飛んだ。カニも飛べるのか、そう思ったら涙が出た。という文章があった。 あそこだけは、よし。私の家の庭にも、時たま、カニが入ってくる。君は、消し粒ほどのカニを見たことがあるか。消し粒ほどのカニと、消し粒ほどのカニとが、命かけて争っていた。私あの時、凝然とした。我がダンディスム。 ブルータス、何時もまた。人間、この苦渋を舐めぬ者が、かつて一人でもあったろうか。己の最も信頼している者こそ、己の生涯の重大の刹那に、必ず、己の面上に汚き石を投ずる。箸と投ずる。先ろ友人、 安田四十郎の文章の中から、場所の良き一句を見出した。朝顔や、昼は城を下ろす門のきなるほど、これに限る。けれども、また、いな、これに限る、これに限る。晩年について。私は、 この短編集一冊のために十カ年を棒に振った。丸十カ年、市民と同じ爽やかな朝飯を食わなかった。私はこの本一冊のために身の置き所を失い、絶えず自尊心を傷つけられて世の中の寒風に吹きまくられ、そうしてうろうろ歩き回っていた。数万円の金銭を浪費した。 長兄の苦労のほどに頭下がる。舌を焼き、胸を焦がし、我が身を到底回復できぬまでにわざと存じた。百遍に余る小説を破り捨てた。原稿用紙五万枚。そうして残ったのは過労時てこれだけである。これだけ。 原稿用紙六百枚に近いのであるが、考料全部で六十数円である。けれども、私は信じている。この短編集晩年は、年々再々いよいよ色濃く、君の目に、君の胸に浸透していくに違いないということを。私は、この本一冊を作るためにのみ生まれた。 今日より後の私は全くの死骸である。私は余生を送っていく。そうして私がこの後長く生きながらへ、再度短編集を出さなければならぬことがあるとしても、私はそれにカルタと名付けてやろうと思っている。カルタ、元より遊戯である。しかも金銭をかける遊戯である。 国境にもそれからのち、さらにさらに生きながらへ、三度目の短編集を出すことがあるならば、私はそれに、審判と名付けなければいけないようだ。すべての遊戯にインポテンスになった私には、全く正規を書いた自助伝をぼそぼそ書いていくより他に、道がないであろう。旅人よ、この道を避けて通れ。これは、 確実に虚しい道なのだから。と、審判という灯台は、この世ならず厳粛に語るだろう。けれども、今宵の私は、そんなに長く生きていたくない。己のスパルタを汚すよりは、怒りを体に巻きつけて、受水したいものだとさえ思っている。さもあらばあれ、晩年一冊。 君のその両手の赤で黒く光ってくるまで繰り返し繰り返し愛読されることを思うと、ああ、私は幸福だ。一瞬間。人はその生涯において、誠の幸福を味わい得る時間は、これは百メートル十秒一どころか、もっと短いようである。声あり。嘘だ。 不幸なる出版ならやめるがよい。答えて曰く。我は今の世に二となき美しき者。目じちのヴィナス像。今の世の誠の美の実証をこの世に残さんための出版なり。見よ、ヴィナス像の色にいるほどの周知の様。これ我が不幸のはめ。 また、春夏秋冬を常に裸体にして、と遠に無言。やや寒き顔こそ、美人白明。天のこの、冷酷極まりなき嫉妬の無知を、かの高がなるメモて、君に、外を教えている。気がかりということについて。気がかりということに、黒白の二種、確かにあることを知る。 何は節のごく、明日またるる宝船。と、プーシキンの宿、私は明日殺される。とは、心のときめきにおいては同じようにも思われるだろうが、熟慮半日、漠然と黒白のごとく分離しあるを知れり。宿題。チェックチャックについて。 策略ということについて、言葉の絶対性ということについて、沈黙は金なりということについて、野生と暴力について、ダンディスム小論、贅沢について、出世について、戦争について、原始のセンチメンタリティということについて、その他、鼻肌ケチのようなれども、 題名を言われぬもの、十七八項目くらい。少しずつ、ノートに書き記していっているのであるが、今、文芸雑誌創刊号に何か書くことを勧められ、何を書こうかと、ノートを二冊も三冊も出して、あちらを覗き、こちらを覗きして、夕暮れより朝までかかった。どれもこれも、胸にひっからまり、具合よくゆかぬ。 牛乳を飲んで朝の新聞を読んでいるうちに分かった。私の心は千里離れた磯にいて波にくるくる舞い狂っていたのである。私の初めての本の出版。それで全てに合点がついた。宿題。たくまずして真名小屋書房主人、山崎豪平氏に バトンをお渡ししなければならなくなった。私の本がどれくらい売れるであろうか。私の本の想定はうまくいくであろうか。潮時とかもめと波の関係。吹き。これは半ば以上私の本の広告のために書いた。私、 昭和11年よりは考慮を全くなしか、さもなくば小説1枚5円。その他の草草の文章を1枚3円と決めた。今年正月号には、私の血一滴混じっているとさえ思わせたる編集者の手紙のため。あるいは書きますと、去年の正月にお約束して、以後1年間、 自ら進んでいよいよ強くお約束してしまい、ついには物狂いの状態にさえなったがため。私を常に柔らかく慰め顔の、しかも文意くまで潔白なる編集部の手紙のため。その他、とにかく一度は書かなければならぬ事情ありて、断片の五二十枚余り書いた。考量はすべて、 私の方から断って書いた。人おのおの、己一人の業務にのみ、努めること第一であるが、たまには隣人の、悲しくも不罰の自尊心を、そ知らぬふりして、温めてやりたまえ。壁眼卓発。馬をさえ、眺むる雪の朝かな。 太宰治ボードレールについて。ボードレールについて二三枚書く。と、子も投げに人々に告げて歩いた。それは私にとって、ボードレールに向かっての言葉なき死ぬるまでの必要な抵抗のつもりであった。かかる終局の告白を口の葉に出しては、 もはや私、彼について何の書くことがあろう。私の文学生活の始めから、おそらくはまた終わりまで、ボードレールにだけ、ただ彼にだけ、聞こえよがしの独白をしていたのではないのか。今、日本に27、8歳のボードレールが生きていたら、私をして生き残させている、 ただ一つの言葉である。なお深く知らんと欲せば、読者まず、私の作品の全部を読まなければいけない。再び、絶対の沈黙を守る。逃げない。ブルジョワ芸術における運命。百姓、職行の芸術。 私はそれを見たことがない。シャルル・ルイ・フィリップ。彼が私を侵害させただけである。私は、いな、人々はあらゆるクラスの芸術を含めて芸術と言っているようである。次の言葉が成り立つ。それを作る芸術家に金があればあるほど良い。 さもなくば詳細、人に倍して優れ、恥ずべきことにあらず。我料、光料、人より図抜けて高く売りつけ、豊純なる精進をこそすべきなり。これ、しかしながら、天賦の長者のそれに比し、必ず第二流なり。定理。苦しみ多ければ、 それだけ報いられるところ少なし。我が終生の祈願。天にもとどろき渡るほどの明瞭極まりなき出世美談を一遍だけ書くこと。我が友。一言口走ったが最後、この世の中から完全に こうりさられる。そんな、胸の奥の奥にしまっている秘密を、君は、三つか四つ、はずである。浮き我を、寂しがらせよう、かんこどり。日本ローマン派、十一月号書斎、北村健次郎の創作、終日。 絶対の沈黙、動かぬ庭石。赤赤と日は連れなくも秋の風。あは一人行く。以上の私の言葉に絡まる、ある一筋の想念に心を動かされたる者。必ず終日を読むべし。私、彼の本の出版を待つことを説。 フィリップの骨格について。淀の龍造、像。彼の訳したるフィリップ短編集。小さき町にて。一冊を送ってくれた。私先月、小説集は誰のものでも一切読みたくなかった。田中漢字のマンエイプス。新集在家言業集。 バカとメンバするより他に仕様のなかった男、エリオットの文学論集をわざと骨折って読み、伊藤静雄の詩集、我が人にあたうる愛歌を安田与十郎が送ってくれ、我が人とは私のことだと決めて再読。その他、ダヴィンチ、ミケランジェロの評伝、おのおの一冊。ミケランジェロは再読。幾田長考のエッセイ集。 以上が先月のまとまった読書の全部である。他に純文芸冊子を十冊ほど読んだ。今月そろそろ牧水全集のうちの寄行文を読み始めていた。フィリップの小さき町にてを敬意されたのはその頃のことであった。読んでみようと思った。読了してさらに再読しようと思った。 ヨドノ竜像の文章は確かに綺麗でおっとりした気品さえ出ている。フィリップ。これは断じて可愛げのある作家ではない。私、フランスの昔の小説家の中で異形している者、メリメ。それから過労辞帝フィリップ。その世は名はなくもがなと思っている。ヨドノ竜像。 自ら厳しく戒めるところあってか、この本の後にも先にも原作者フィリップについてほとんど語っていない。では私、ダバののっそり勇気。彼の誠の人となりを語らんか。以下、私の述べることは彼の骨格についてなり。必ず彼の小説と混同すべからず。彼のあの、 きめ細やかなる文章と、シャルル・ルイ・フィリップの友に語った言葉の端しはし。彼25歳。昨日僕は、けだもののごとくに泣いた。僕たちお互いが大作家になれるかどうか、それはわからないけれども、少なくとも僕、これだけは断言できる。僕らは、 まさに生まれんとする新しい時代に属しているということを。キリストの誕生に先立ち、キリストの出現を言い当てた預言者。これは小さい声で言うことだが、僕はミケランジェロとロー・ダンテを思うと体が震える。それからニーチェ。僕はドストエフスキーの白地を読んだ。これこそ、 野蛮人の作品というものだ。僕も書く。彼はビュビュド・モンパルナスを書き上げた。君のビュビュについての記事、僕は随分嬉しかった。けれども君は僕の強さを忘れている。僕は必要な抵抗力と勇気と思っている。僕たちの中でおそらくは一番強い男だ。 友人たちもみんなそう言う。僕には猛烈な意思さえあるのだよ。僕、ドストエフスキーよりは、ニーチェに近いかもしれん。僕は28歳にして、すでに僕の反面を切った。もう反面のあることを忘れるな。僕が今はっきりさせた反面は、僕の意欲したところのもの。僕自ら動かした、僕のバネ。 これこそ勇気であり、力であるとご記憶ありたい。何のことはない。僕は、姿勢の正義派であった。白面の文学青年、アンドレジットにあたう。早く男らしくなってくれ。立場をどっちかにはっきりと決めてくれ。アンドレジットは演説した。祝助、並びに紳士諸君。 シャルル・ルイ・フィリップは絶倫の力と未来とを約束しながら昨年12月34歳でこの世にいなくなったのです。彼こそ厳粛なる反面の大文豪。世を逃れひっそり暮らした風流因子の類ではなかった。34歳で死し,したる彼には大サッカー50歳60歳の あの傍若無人のマンネリズムの体積がなかったので、人は彼のユーゴー、バルザックにも劣らぬ巨匠たる貫禄を見失い、ある勇猛果敢の日本の男は彼をカナリアとさえ呼んでいた。淀の竜像役、小さき町にての出版を喜ぶの心のあまり、ひどく不要の出しゃばりをしたようである。許したまえ。 悪い心でしたことではなかったのだから。許さぬと言われるなら、それについて他日また、はっきり申し開きいたします。ある一人の男の精進について。私は、真実のみを血眼で追いかけました。私は今、真実に追いつきました。 私は追い越しました。そうして私はまだ走っています。真実は今私の背後を走っているようです。笑い話にもなりません。生きてゆく力。嫌になってしまった活動写真をおしまいまで見ている勇気。 我が唯一のおののき。考えてみると、私たちは、こうして文章が書けることだけでも、まだしも幸せであった。まかり間違って、マンネリズム。私は、英知の虚しさについて語った。言い換えれば、作家が、 このような感想を書き綴ることのナンセンスに触れた。物を思う足と言い,い、壁眼蓄発と言うも、これは頓巣の一方便に過ぎないのであって、作家たる男が毎月毎月このような断片の言葉を吐き、吐き溜めているというのは褒めるべきことでない。言えて妙である。彼は勉強している。 なるほど苦しんでいる。強敵なひらめき。切れる。痛いことを言う。以上の三字は、それぞれその人にお返ししたいのである。大体、身の毛のよだつ言葉である。私は、生まれつき賑やかなことを好む男だから、今まで毎月毎月、無理をしてまで五六枚ずつ、いわば、感想断片を書き、 この雑誌に載せてきた。しかるに世の中には羞恥心の全く欠けたアマガエルのような男がたくさんいて、これは私にとって新しい発見であった。近頃、強敵なひらめきを見せたる感想断片が私の身の回りにも二三散らばり乱れて咲くようになった。あたかもそれが優れたる作家の 一つの条件ででもあるかのように。はっきり言える事柄をどんなにはっきり言っても言い過ぎることはないのであるから、別に強敵なひらめきを見せてくれなくても差し支えないわけだ。もしこれが私の物を思う足のまいた種だとしたなら、私は苦く笑いながらこれをからなければならない。それはまさしく、 よくないことだからである。白い花も赤い花も青い花もいかなる花一つ咲かぬ悲しい雑草に違いないのだ。私は誰かと結託してこの一文をそうしているのではない。私はいつでも一人でいる。そして一人でいる時の私の姿が一番美しいのだと信じている。 私はすべて物事を知っています。と言いたげな英知の誇りに満ち満ちた馬面に私は話しかける。そうして君は何をしたのです作家は小説を書かなければいけない。その通りである。そう思ったらそれを実際に行うべきである。 聖書を読んだからといって、別段その研究発表をせずともよい。今日のことは今日、明日のことは明日、その通り行うべきである。分かっただけでは何にもならない。もうみんなが分かってしまっているのだ。挨拶。挨拶の上手い男がある。舌そよぐの感がある。そこに、 全勢力を注いでいるかのごとく見える。恥ずかしくないか。柿右衛門が釜の前にしゃがんで柿根の外の道を通るお百姓と朝の挨拶を交わしている。お百姓の思うには柿右衛門さんの挨拶は丁寧でよろしい。柿右衛門はお百姓の通ったことすら覚えていない。ただ、 良い品が出来上がるように。柿右衛門の比例は許さるべきであろう。当村の口真似をするならば、芸術の道は四角固い。若き人よ、これを恐れて恐れすぎることはない。立派ということについて。もう、 小説以外の文章は何にも書くまいと覚悟したのだが、ある夜待てと考えた。それじゃあんまり立派すぎる。みんなと歩調を合わせるためにも、私はわざと踏み外しスケベ心を書き起こして見せたり、おかしくもないことに笑い崩れて見せたりしていなければいけないのだ。制約というものがある。苦しいけれどもやはり、 人らしく書き続けていくのが本当であろうと思った。そう思い直して筆を取ったのであるが、さて、作家たるもの、このような感想文は、それこそ直記のボタンを二つ三つ書けている間にまとめてしまうべきであって、あんまり長い時間こだわらぬことだ。感想文など書こうと思えばどんなにでも面白く、また後から後からいくらでも書けるもので、 そんなに重宝なものでない。先頃、モンテーニュの随走録を読み、誠につまらない思いをした。なるほど衆。日本の講談の匂いを嗅いだのは私だけであろうか。モンテーニュ大人。なかなか腹ができておられるのだそうだが、それだけ文学から遠いのだ。講師曰く。 君子は人を楽しませても、己を売らぬ。精進は、己を売っても、なおかつ、人を楽しませることができない。文学のおかしさは、この精進の悲しさに違いないのだ。ボードレールを見よ。火災善蔵の生涯を早期したまえ。腹の出来上がった君子は、講談本を読んでも、十分に、 楽しく救われている様子である。私にとって、縁なき主生である。腹が出きて、立派なる人格を持ち、疑うところなき感想文を楽しげに書き綴るようになっては、作家もへったくれもない。世の中の名士の一人になりうせる。年々と動き、至るところ至るところ、かんばしからぬヘマを演じ、まるでなっていなかった悪霊の作者が、 そぞろ懐かしくなってくるのだ。軽薄妻子のよろしきかな。めちゃな失敗のありがたさよ。醜き翌年の尊さよ。立派になりたいと思えば、いつでもなれるからね。コンフィテオール。昨年の暮れ、いたたまらぬことが三つも重なって起こり、私は時期通り、 尻に火がついた思いで家を飛び出し、湯河原、箱根を歩き回り、箱根の山を降りるときには、旅費に急して、小田原までテクテク歩こうと決心したのである。道の両側はみかん畑。数十台の自動車に追い抜かれた。私には、四方の山々を見上げることさえできなかった。私は、けだもののように、 表を伏せて歩いた。自然の瞬間に息が詰まるほどいじめられた。私は花紙のようにくしゃくしゃにもまれ、丸められ、ポンと投げ出された具合であった。この旅行は私にとっていい薬になった。私は人の力の良い成果を見たくて、旅行以来一月間、 私の持っている本を片っ端から読み直した。ほらでない。どれもこれも私に十ページとは読ませなかった。私は生まれて初めて祈る気持ちを体験した。いい読み物があるように、いい読み物があるように、いい読み物がなかった。二三の小説は 私を激怒させた。内村肝臓の随筆集だけは一週間くらい私の枕元から消えずにいた。私はその随筆集から二三の言葉を引用しようと思ったがダメであった。全部を引用しなければいけないような気がするのだ。これは自然と同じくらいに恐ろしき本である。 私は、この本に引きずり回されたことを告白する。一つには、トルストイの聖書、絵の反感も手伝って、いよいよ、この内村肝臓の信仰の書に参ってしまった。今の私には、虫のような沈黙があるだけだ。私は、信仰の世界に、一歩足を踏み入れているようだ。これだけの男なんだ。 これ以上美しくもなければ、これ以下に卑劣でもない。ああ、言葉の虚しさ、饒絶への困惑。いちいち、君の言う通りだ。黙っていておくれ。そうとも、天の配慮を信じているのだ。三国の来たらんことを。嘘から出た誠、やけくそから出た信仰。 日本ローマン派の一周年記念号に私は以上の偽らざるギリギリの告白を書き記す。これでダメなら死ぬだけだ。大敗の子、自然の子。太宰治は簡単である。褒めればいい。太宰治はそのまま自然だと褒めてやれ。 以上三項目、入院の前夜したためた。この度の入院は、私の生涯を決定した。人物について、太宰治む。近頃、歴史的人物で恐怖過去は、やはり、のぎ大将である。私、 先頃までは、王子を平八郎を読んでいた。彼が、一人の門弟と論争して、お前の金頭の頭をガリガリ噛んで食べたことなど、彼の人となりを知るに、最も良きエピソードであろう。けれども今また、野木将軍が蘇ってきている。一望千里の満州の赤土の原。赤赤と夕焼けに照らされ、 一人馬で歩いている猫背の野木将軍の姿がこの目に見えるのだ。外旋の折、陛下の御前に立ち、何のこれが外旋でございましょうや。私は万人の部下を殺した男でございます。ご処刑をこそお願い申します。と言い、男泣きに泣いた。泣いた片目は疑眼であった。 彼は、それを、ひた隠しに隠していた。つい先日、それが初めて新聞に出て、世人を一興させたことである。彼の生前、二三の人が、それを知っているのみであった。彼、常日頃、我が家に禁断の一部屋を設け、そこには誰も入れなかった。彼は、 しばしば、そこに閉じこもるのである。家人、定めしお勉強のことであろうと、緊張した。いずくんぞ知らん。その部屋は、彼の、昼寝の部屋であった。また言う。統合大将と二人、外遊の折。の木必ずその国一のホテルに宿り、手袋、タバコ。 全て一流のものをのみ用いた。あれほどの倹約家がと部下等しく目を見張ったが、彼思えなく、俺は日本を代表する将軍である。俺の一挙手一投足により、外国人、必ず日本の評価をこそするに違いない。と。その世は他実また。私の兄は、 この件で、県会議員をしている。打宰という見解議員はない、と、頬を膨らます人もあろうが、私は偽りを言わぬ。毎朝いただいている東欧日報によれば、私の兄は今、見解において、大変割の悪い役をしているようである。私、今、兄上に叱咤されるのを覚悟の上で申しているのであるが、 寛平役者が黒子に回ったようで気持ちが良くない。けれどもまた、葉落ちる秋あれば花咲く春あり。漢口の昔から決まっている。話は飛ぶが、私の兄はこの地方において最も注目されて良い人物の一人かもしれぬ。ソロモン王の底知れぬ優秀をうかがい知りうるただ一人の人である。 100万円築き上げるよりも、100万円守るのが難しいのだ。守る力は、旗からは絶対に見えぬ。ヤクザな私を無言のうちに叩き上げてくださるのも、すべて兄上の力である。兄上の瞬間と竹内俊吉氏の和やかさは、見解において良いコントラストを成したであろうに、惜しいことをした。 青森三通。一人は小立康次郎氏であり、一人は寺町の豊田田左衛門氏であり、今一人は書の巧みなる斎藤常次郎氏であろう。小立氏は古法と合し俳句を作られる。七八年前、曹州鎌倉のご別宅にて、正月や、 酒も魚も国のものの一句を私に示された。誠に長者らしき、和やかな人柄そのままの自然の風ありて、我らの及ぶところでないと思った。豊田多左衛門氏は、由緒ある老舗のご主人にして、これまた長者の風あり、物のわかりの良きこと無類。三、四年前、 私と一緒に銀座裏を万歩せしことありしが、私をして、まるで、強化家風などの老文史と共にあるがごとき思いを抱かしめた。斎藤常次郎氏は、今戯れに、諸が骨董を商っておられるよしであるが、その人柄、その前半生、明治初年に没したる大通中の大通、再起行為を思わせる、 体の遮奪の趣きがあるのである。再起行為については、森用外、詳しくこれを述べておるゆえ、我ら小倉ばまの分をもって、かれこれ言うべきではないが、通人とは、世人が考えておられるごとき、芸者抹茶を引き連れ、自らを、何の野主人と称して長唄の稽古に勤しみ、その巷股において、兄さん兄さんと呼ばれている様の、 そんなふざけたものではないようである。そこに人間の本然の姿を見せ、はたまた原告なるダンディスムを感じさせるものをのみ指して言うのであろう。その点では天下の大野望の木将軍もまた、ものの見事に通人の資格あらんか。さもあらばあれ、ご三人、近頃の寒さにつけても、 お体を大切のこと、第一にお願いいたします。古典、流淡旅。太宰治。昨日、今日、今日せんほどに苦しきこと起こり、なすところなく、額の油汗拭うてばかりいたのであるが、この苦しみをよそにして、今、 日本文学についての涼しげなる記述をしなければならない。こうしてペンを握ったまま目を閉じると、体がぐいぐい地獄へ吸い込まれるような気がして、これではならぬとうろ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 走り書きしたるものをさに。日本文学について偽りなき感想をしたためようとしたのであるが、 果たせるかな、孫ついてしまった。いやらしい、いやらしい、感想の感想の感想の感想が、ナルトの渦のように、後から後から湧いて出て、そこら一杯に氾濫し、手のつけようもなくなった。この気変の、ドロドロの洪水を、叩き殺して凝結させ、千代紙細工のように切り張りして、そうして一つの文章に仕立て上げるのが、 これまでの私の手段であった。けれども今日はこの書斎いっぱいの反乱を反乱のままに救い取ってもやもや移してやろうと企てた。きっとうまくいくだろう。伝統という言葉の定義は難しい。これは不思議の力である。ある大学から ピンポンの巧みなる選手が一人出ると、その大学から毎年次々とピンポンの名手が現れる。伝統の力であると世人は言う。ピンポン大学の学生であるという教授が、その不思議の現象の一誘因となっているのである。伝統とは自身の歴史であり、日々の時事の体積である。 日本の誇りは天皇である。日本文学の伝統は天皇の御政において最も根強い。五七五朝は肉体化さえされている。歩きながら口ずさんでいるセンテンス、ふと気づいて指折り数えてみると、きっと五七五朝である。腹が減っては戦ができぬ。 ちゃんと形が整っている。試作の形式が一元的であること。すなわち、きっと悟り顔であること。我から惑乱している姿は耐えてない。一方的観察を誇じして死ぬるとも疑わぬ。真理追求の学徒ではなしに、常に達観したる師匠である。 必ず、お説教をする。最も写実的なる作家、才覚でさえ、彼の物語の後先に、安易の人生観を織り込むことを忘れない。野間誠治氏の文章も、この伝統を受け継いでいるかのように見える。小説家では、里見ん氏、中里海山氏、共に教訓的なる点において、 純日本作家と呼ぶべきである。日本文学は大変実用的である。文章報告、雨乞いの歌がある。ユーモレスくなるものと遠い。国体のせいである。日本刀を鍛える気持ちで文をそうしている。一筆参拝。文章を 無意に協楽する方を知らぬ。やたらに深刻を喜ぶ。ナンセンスの美しさを知らぬ。孤理屈が多くて楽しくない。お月様の中の小兎を喜ばず、カチカチ山の小兎を愛している。カチカチ山は、あだうち物語である。お化けは、日本の古典文学の水である。 狐の嫁入り、タヌキの腹鼓。この種の伝統だけは今もなお精細を放っている。ちっとも古くない。女の幽霊は日本文学のサンボルである。植物的である。日本文学の伝統は美術、音楽のそれに比べ現在最も微弱である。 私たちの世代の文学にどんな具合の影響を与えているだろう思いついたままを書き記す。答え、ちっとも。私たちの世代に至っては、その糸と上々たる伝統の糸が、プツンと音立てて切れてしまったかのようである。シーカの形式は、今なお五七五調であって、 形の完璧を誇っているものもあるようだが、三分に至っては。抜けるように色が白い、あるいは飛ぶほどお白いをつけている、などの日本語は私たちにとって異国の言葉のように耳新しく響くのである。確かに日本語の一つ一つが全く異なった生命を持つようになっているのである。 日本語に違いはないのだけれども、それでも国語ではない。一語一語のアイデアがいつの間にかすり替えられているのである。残念であるという何でもない一言でさえ、すでに異国語の響きを伝えているのだ。一つのフレーズにおいてさえ、すでにこのように質的変化が行われている。 ビオトロツキーが死とポンペイを見物して歩いているニュース映画を見たことがある。涙が出たくらいに哀れであった。私たちの古典に対するこの光景と酷似している。現時物語自体が質的に優れているとは思われない。現時物語と私たちとの間に介在する幾百年の風雨を思い、そして その霜や苔に覆われた源氏物語と二十世紀の私たちとの共鳴を発見してありがたくなってくるのであろう。今時源氏物語を書いたところで誰も褒めない。日本の古典から盗んだことがない。私は友人たちの中では日本の古典を読んでいる方だと密かに自負しているのであるが、未だ一度も その古典の文章を拝借したことがない。西洋の古典からは大いに盗んだものであるが、日本の古典はその点ちっとも用に立たぬ。まさしく、使徒である。昔はここで緑手を組んだ。菊の花を眺めた。それを今日の文芸に取り入れて、どうのこうのではなしに、 古典は古典として独自の楽しみがあり、そしてそれだけのものであろう。かぐや姫をレビューにしたそうであるが失敗したに違いない。日本の古典文学の伝統が最も高奇高く染み出ているものに名刺がある。幾百年の長い年月、幾百万人の日本の男女の生活を吸い取って、 てかてか黒く光っている。これだけは盗めるのである。野は赤ね刺す紫野。島は浮島、矢葬島。浜は長浜。裏は大野浦、若野浦。寺は壺坂、笠木、法輪。森は忍びの森、うたたねの森、立ち聞きの森。 席はなこそ白川。古典ではないが、着物の名称など。木八城、かがすり、あいみじん、朝の葉なるみしぼり。かつて実物を見たことがなくても、それでも模様がありありと目に浮かぶから不思議である。これをこそ伝統の力というのであろう。 少し調子が出てきたぞと思ったら、もう八枚である。指定の枚数である。再び、現実の重苦しさが襲いかかる。読み返してみたら、は,なはだ訳のわからぬことが書かれてある。しどろもどろの朝礼母解。こんなものでいいのかしら。何か気の利いた言葉でもって結びたいのだが、少し、 考えさせてください。いよいよダメだ。これでおしまいだ。お許しください。私は小説を書きたいのです。悶々日記。太宰治。 月、日。郵便受け箱に、生きている蛇を投げ入れていった人がある。ふ怒ぬ。日に二十度、我が家の郵便受け箱を覗き込む売れない作家を、あざけっている人のなせる仕業に違いない。気色悪くなり、終日、合唱。 月、日。苦悩を売り物にするな、と、知人よりの所感あり。月、日。具合悪し、決断しきり。故郷へ告げやれども、信じてくれない様子である。庭の隅。 桃の花が咲いた。月、日。百五十万の遺産があったという。今はいくらあるか、解目知れず。八年前、除籍された。実刑の情けにより、今日まで生きてきた。これから、どうする 自分で生活費を稼ごうなど夢にも思うたことなし。このままなら死ぬるより他に道がない。この日濁ったことをしたのでざまを見ろ文章の汚さ下手くそ。段和尾氏来訪。男子より四十円を借りる。 月日短編集晩年の構成この短編集でおしまいになるのではないかしらとふと思うそれに決まっている月日この一年間私についての悪口を言わなかった人は三人もっと少ない まさか。月、日。姉の手紙。ただいま、金二十円送りましたから受け取ってください。いつもお金の催促で、私も本当に困っております。母にも言うに言われないし、私のところからばかりなのですから、本当に困っております。 母も金の方は自由でないのです。重略。お金は粗末にせずに辛抱して使わないといけません。今では少しでも雑誌社の方からもらっているでしょうあまり人を当てにせずに一生懸命辛抱しなさい。何でも気をつけてやりなさい。体に気をつけて友達に あまり付き合わないようにした方が良いでしょう。みなに少しでも安心させるようにしなさい。攻略。月日。終日、うつら、うつら。不眠が始まった。二よ。 今宵、眠らなければ、見よ。月、日。暁、医師のもとへ行く細道。きっと、田中氏の歌を思い出す。この道を泣きつつ、我の生き死っこと。我が忘れなば、 誰か知るらん。意志に強要して、モルヒネを持ちう。昼下がり目が覚めて、青葉の光、心もとなく、悲しかった。丈夫になろうと思いました。月、日。恥ずかしくて恥ずかしくてたまらぬことの、そのまんまん中を、家人は、 無造作に言いさした。飛び上がった。下駄吐いて線路。一瞬間仁王立ち。七輪蹴った。バケツ蹴飛ばした。四畳半に来て、鉄瓶障子に。障子のガラスが音立てた。茶舞台蹴った。壁に醤油、茶碗と皿。私の身代わりになったのだ。これだけ壊さなければ。 私は生きておれなかった。後悔なし。月日。五尺七寸の煙ゃら岩臭のために死す。そんな文句を思い浮かべ、一人でクスクス笑った。月日。 山岸外史氏来訪四面楚歌だねと私が言うと、いや、二面楚歌くらいだと訂正した。美しく笑っていた。月日。語らざれば憂いなきに似たりとか。ぜひとも、 聞いてもらいたいことがあります。いや、もういいのです。ただ、夕べ一円五十銭のことで、三時間も、家人と言い争いいたしました。残念でなりません。月、日。夜、一人で便所へ行けない。 後ろに頭の小さい白浴衣を着た細長い十五六の男の子が立っている今の私にとって後ろを振り向くことは命がけだ確かに頭の小さい男がいる山岸外志氏の言うにはそれは私の五六代前の人が 語るに忍びざる残忍を行うからだと、そうかもしれない。月、日。小説書き上げた。こんなに嬉しいものだったかしら。読み返してみたら、いいものだ。二三人の友人へ通知。これで、借線をみんな返せる。 小説の第、白煙狂乱。走らぬ名馬、太宰治何を書こうというあてなくして、いわばお稲荷さんの境内にポカンと立っていて、面白くもない絵馬眺めながら、どうしようかなあと心定まらず、定まらぬままに、 ふらふら歩き出して、腐りかけたる杉の大木、根株にまつわりへばりついている枯れたツタ一筋をステッキでパリパリ剥ぎ取り、別段深き意味なく、次にはえいっと大声、狐の石像に打ってかかってこれまた別段高い思念のゆえでない。由来芸術とはこんなものさ、たとえ話でもなし、収容の糧でもなし、 きざなめめしい売名のとの仕事に違いないのだ、と言われて返す言葉なし、素直に趣向、そっとつま先立ち夕焼けの雲を見つめる。あなたの小説友人より雑誌借りて読みましたが、あれはつまり一言持って覆えばどんなことになるか、と質問されること再三。そのたびごとに悲しく、一言で言えることなら一言で言います。 あれはあれだけのもので他に言いようございませぬ以降僕の文章を読まないでください。千代紙張り混ぜ綺麗な小箱。これ何するの何にもしないこれだけのもの。綺麗でしょ花火一発千円以上わざわざ川で打ち上げて何するの着物、裸を包めばそれでいい。柄も布地も色合いもみんな意味ない。二十五歳の男児、人よシンクの花模様。 しかもちりめんの合わせきてすべて着物に変わりなし何がおかしい。あわれ見事、と屋根破れるほどの大喝采。それも一瞬のちには後なく消える喝采。それが欲しくて欲しくて、一万円二万円もっとたくさん投資した。昔々、ギリシャ詩人たち、それからボードレール、ベルレーヌ、あのずるいじいさんゲーテ閣下も、 ああ、忘れるものか、芥川龍之介先生は命まで。けれども、所詮勇敢の文字、無用の長物たること保証する。宝飾団位の挙句の果てに咲いた花。この花びらは似ても食えない、飛ばない飛行機、走らぬ名馬、毛並みつやつや丸々太り、いつも狸ね。そばには一冊の参考書もなければ辞書の影さえないようだ。これがご自慢、ペン一本だけ。 それから特製カレーの原稿用紙、そろそろお約束の三枚三枚、何の意味もない。随分優れた文章なのにわからぬ奴には死ぬまでわからぬ仕方のないこと。先生三人、太宰治。今朝、新聞紙上にて、分断指定官の 昔ながらのスパルタ的なる無知の訓練ちらっと書き除きして、あれではお弟子がかわいそうだと清潔の義憤しかも、賛美という言葉によって辛くも表現できる一種良相の感覚に突き刺されて、あ、と小さい呼び声。女の作家、中条由り子氏のいちいち汚れなき抗議の文字。 文学に、何ぞ、この冒険風の徒弟方に。うんぬんのお言葉に接して、今は猶予の時にあらず、予きし持ちたる好みの幸福を、少しも早う、一部一輪過ちなく、はっきりお教えしなければならぬ、楽しき義務をさえ感じました。今私には、三人の誇るべき先生がございます。 いぶせさんからは特に文章を。佐藤先生からは特に文人勃覚の魂を。そうして、菊池氏からは家を。かかる三君への同時の奉仕、しかも、いささかの不自然、こだわりの片鱗だになし。昨日は佐藤先生へ。羽を着て、先生わかりました。 五百円は一時、将来は流し。千番の弱く美しき青年のため、私のため、先生のため、山ほどの仕事があった。ありがとう存じます。この答案、百点満点しかるべし。という内容の手紙を投函しての帰り道、友人の山岸外氏とひょっこり会った。 七月、西洋圏以来、初めての対面である。山岸、幹事と笑って。今日は、佐藤春夫先生のおっしゃだ。具合見て来い、との親切さ。しまった、おっしゃ。山岸から、深きことども受けたまわり、私のめくらをはじました。 うんぬんと書いたら、百点満点少子の沙汰。まさしく佐藤家の宝物だ。と、残念無念。へそを噛むがごとき思いであった。そのことを、ありのままに山岸へ告げたところ、山岸、司祭らしく腕組み。君、それが悪い。何もそんなにまでして、我が子を譲る必要なし。大変の悪癖だ。 君、よくぞそこまで気づいてくれた。僕たちにはそれが嬉しくて。僕、その手紙に間に合わなくてああよかった。今年11月、入院することに決まった。2年間、みっしり治療して、血栓、四字熱、一夜に寝巻き3枚ずつ必要の寝汗。 すべて退じて、ゆったりした人物になって、お目にかかります。と伝言頼み、入院に先立ち、私の短編小説集出版して、お小遣い少し得たく。このことはいぶせさん、とっておきの良い本屋へ頼んでくださることに決まっていて。想定、ぜひともいぶせさんにしてもらって。ああ、私は、甘えることと殴ることと、 二つの生き方しか知らぬ男だ。先国、菊池寛氏へも、我が生き方の粗雑貧弱を告白して、今は大事の時だ、メソメソ泣いて歩き回っていたってしようがない。チクラの別荘でも何でも貸してやるから、きっと病気を治さなければいけない。友人からの借金や何か、病気全開してから少しずつ返すように心がけて、 何もくよくよ心配する必要なし。亡くなったらまたもらいに来い、バカな奴だ。と、大いに叱ってどっさりくれた。死弟の間、賛美のと全くなし。賛美は、むしろ、死に捨てられ、柿を焼かれた瓜の花。 今回の物語はここでおしまいです。チャンネル登録、高評価、励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。朗読は西村俊彦でした。また別の物語でお会いしましょう。